はいどうも、ヤマトランクスです。ファイナルファンタジー9に続きやっていきたいと思います。ガーネットね、無事救い出すことができたんで、このアレクサンドリアを脱出していきたいと思います。こっちから脱出できるんか。あ、檻がなくなってる。おっと、ダメだ、しまった、罠か。え、おい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 、またかこいつら、また引っかかったでおじゃる。何度見てもいい眺めでごじゃる。お前たち、卑怯だぞ。これが我々のやり方でごじゃる。お前たちに口出しはさせないでおじゃる。毎回同じでは通用しないっす。お、マーカス。え、魔の森に行ったんじゃないの。あ、石化から戻ってる。ジタン、待たせたな。ブランク、感動、復活したんだ。兄貴、こっちっす。ちょっと待てよ、体がまだ言うこと聞かないんだからさ。でも急がないと、ジタンさんやガーネットが危ないんすよ。ガーネットって誰だ。ジタンの新しい女か。あっちゃ、兄貴、知らなかったんすね。あ、何言ってるかさっぱりわかんねえぞ。すぐ助けに来てくれる。もう最高、こいつら。兄貴走るっす。やれやれ、100人力だね。というわけで、俺はお前たちのピンチを聞き、全速力で魔の森から帰ってきたんだよ。ブランク、お前ってやつはなんていいやつなんだ。さあ、罠解除。ガルガントステーションはすぐそこっす、ジダンさん。あの、ブランク？マーカス？礼なんかは後でいいから、お前たちは早く逃げろ。追っ手が来るぜ。また借りができちまったな、ブランク。さあ、急ごう。よーし、これでなんとか無事脱出できそうですね。なんだなんだ、大丈夫かこれ。ここからガーネットたちはやってきたのか。ん？どうしたガーネット。無理もないか、あんな目にあった後じゃ。何か来るよ。あ、来た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 。これ乗っていくんですよ。これがガルガント？これに乗るの？急いで乗るんだ。考えてる暇はないぞ。ガーネット。でも、私、どうすればいいのか。それはこれから考えればいい。どうしてみんなが残ったと思ってる。自分で決めたからだよ。ここで戦わなきゃならないって。ベアトリクスも、ブライアも、マーカスも、ブランクも、そして、あのスタイナーまでも。奴らの思いを無駄にするな。今、ガーネットがすべきことは何だ。よし。ねえ、一体どこに向かうの。ひとまずはトレノに向かって、そこから次の手立てを考えないと。な、何？そういえばなんかいたな、ここミミズみたいなやつ。あ、あれは前回戦った時逃がしたからな。こいつが天敵ってわけか。気をつけて、前にいた時とは違うみたい。なんか前もこんな見た目だったっけ。なんか若干見た目変わった気がするんだけど。なんか長いな。気持ち悪いな、相変わらず。ガーネットはもう白魔法しか使えないからな。ライブラ盗む。なんか前回ライブラ効かなかった気がすんな。ブリザラミス、やっぱりミスか。フェニックスのサンダラ、ちょっと回復したいですね。ブリザラがどれくらい入るかですけど、1000ぐらい入ってほしいな。あ、1500、いいですね。もしかして弱点だったりする？なんか虫系って火が弱点のイメージあるけど。ブリザラも効きますね。アダマンベスト、
超音波。え、なんかちっちゃくなっちゃった？なんかあるっけ？万能薬はあるけど。え、ないな。万能薬使うか。なんか打ち出の小槌とかあれば治ると思うんだけど。盗めなかった。まだ何か持ってるね。万能薬もそんなに数持ってるわけじゃないから、あれ、超音波連打されると結構きついな。いやーもうそれやめてくれって。ちっちゃくなったら魔法使えんのかな。なんかちっちゃくなると耐久がめちゃめちゃ脆くなってワンパンで沈んじゃったりするんじゃないかな。あ、倒したか。オッケー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 。ビビが強すぎてマジで。オッケー、よいしょっと。お、動き出した。けど、なんだか遅くなったな。おーい、早く走れよ。そんなんかわいそうよ。ずっと怖い思いしながら走ってくれてるんだから。あれ？なんだか、早くなったぞ。お、なんだ、早くなったぞ。やればできるんじゃないか。なんだ？違う、チータン、あれ？追いかけられてる？うわ、怖い怖い。まだいた。まだいた、まだいた。ゲゲ、追っかけられてたのか？まずいわ。このままじゃトリノを通り過ぎて。降りるしかないけど、この速さだったら降りれないもんな。あ、あ、あ、ブリムシ。ブリムシがいる。レバーを、レバーを動かせ。え、え、なんかしてくれてた今。あ、ダメ？ダメ？どうすんのこれ。なんだか通り過ぎたみたいだよ。ちきしょう。でもこのままじゃ降りることもできないし。チタン、前。ん？なんだ？ゲ、行き止まりだったりする？道が。キャー、落ちちゃうよ。しっかり捕まってろ。出口？盛大に事故ったな。お、母様。ブラネ様。下っ端のくせに邪魔でごじゃある。トースでごじゃある。ブラネ女王様からお前たち二人を取り継ぐなとの命を受けています。要件だけを述べなさい。要件だけを言うのです。なんでこんなかわいそうな目にあってんだ。手配していた者たちがついたでおじゃる。通しても良いでごじゃる。お伺いしてきます。そこから動かないように。手配していた者たちって誰だ。ブラネ女王様、承知しました。今すぐここへ来るように伝えなさい。ただしお前たちは戻ってこなくともよろしい。どういうことでおじゃる。ブラネ女王様は国宝のペンダントを持ち出されたことにご立腹です。顔も見たくないと申されておられます。早く呼んでくるのですね。ああ嫌われちゃったね。ゾーンとソーン、ざまだね。どうするでごじゃる。我ら後ろ盾なくては生きてはいけないのでおじゃる。とにかく今は一刻も早く呼んでくるでおじゃる。ふぅ、まあいい眺めね。なんか来た、強そうな奴らが。賑やかな女。なあにあなた、そこをおどきなさい。私はブラネ様に指名されたのよ。下っ端が偉そうに出てくるものじゃないわ。左の何やなんか強そうなやつ。めっちゃうつむいてるけど、くれぐれも粗相のないように。あら言うじゃない。私を誰だと思ってるの。私に狙われて
逃げられた人はいないのよ。覚えておきな。この美の狩人、ラニの名を。ラニ。でかい斧持ってんな。左は何なん、あいつ。ブラネ女王陛下、お目にかかれて光栄ですわ。ご機嫌麗しく、ないご様子ね。ふん、ずいぶんと卑しい口を聞く。礼儀を知らぬと見えるな。まあ、お言葉ですが、陛下。礼儀を重んじるのでしたら、私などに用はないのではありませんこと？ふん。お前たちがすべきことは二つ。なんか暗殺者的なやつですかね。王女ガーネットが城を出るときに持って出た国宝のペンダント、それを持ち帰ること。王女と行動する者たちの中に、あのような格好をした黒魔道士兵がいる。それを始末してくることじゃ。ビビのことですよね。なんだあれは。人間ではない。心を持たぬゴーレムじゃ。不良品がふらふら動き回っておってな、他国の手に渡る前に片付けねばならん。やはりビビは人間じゃないのか。お城で何があったかは存じませんが、ガーネット様の抵抗にあったらどのように振る舞えばよいのかしら、陛下。ふん、あの小娘からはペンダントさえ取り戻せればよいのじゃ。そういうことでしたら、この武器が存分に使えるということで、そこの大男よりも手早く解決してみせますわ。では陛下、失礼いたしますわ。ホムラ色の髪の男、尻尾を持つ男が王女のそばにいると聞いたが、あの忌々しい猿か。そうじゃな、あれを始末すれば褒美を取らそう。どうやら当たりだったようだ。ジタンの知り合いか。そいつを始末するついでに、あんたの依頼を片付けてやろう。またまたやべえキャラ出てきたじゃん。ご報告します。ブラネ艦隊が近海に入る時刻です。レッドローゼ、出陣のご用意を。ついにこの時が来たか。直ちに出陣する。どこに行くんだまた。うはははははは。どこに行くんだよ、また戦争か。気な臭いね。大地の裂け目、ピナックルロックス。お母様、生きてるのかな。私、あ、ビビいるね。普通にビビ、私たち無事だったのね。どこなの、ここ。リンドブルム城の近くにあるピナックルロックスっていう場所なんだって。ピナックルロックス、リンドブルム、ガルガントはそんなところまで走ってきたの？フライヤーは？スタイナーは？ベアトリクスは？それに、ジタンは？あたりを調べてくるって。目が覚めたか、ガーネット。体はなんともないか？それよりジタン、みんなは？ずいぶん遠くまで来ちまったから、わからない。でもタンタロスもフォローしてくれてるし、大丈夫さ。もうすぐ夜明けだからな。とっくに脱出して今頃取るので、俺たちのこと探してるかもしれないぜ。リンドブルムで飛空艇を借りられないかしら。南ゲートまで行ければ取るのはすぐだわ。そうだな。なんか出てきた。敵か、仙人みたいなやつ。それはお前たち次第。ラム、召喚獣じゃない？どこかで聞いた名前。城の召喚魔法に関する文献で、あなたの名前を見ました。あなたは雷帝ラムーですね。
クレイラがそなたの召喚魔法によって消滅したことを知っているか？召喚魔法は栄唱者の意志に呼応する。欲にまみれた者が唱えたことで恐るべき惨事が引き起こされた。そんな、まさかお母様がそんなことを。私、そんなことになってるなんて知らなかった。なのに、ただ守られているだけで。ガーネットが悪いんじゃない。あいつらもそのことを知ってるから残ってくれたんだ。みんな、そう、確かにそなたが引き起こしたことではない。だが我が問いは一つ、そなたはどうするのだ。私にもっと力があれば、召喚魔法さえ使いこなせたら。お願いがあります。私に力を貸してください。再び過ちを起こすつもりか。私、召喚魔法が怖かった。でも、もう逃げません。お、変化した。ラムっぽくなったね。前の主を失って、この世界をさまようになってから、随分と時は流れた。そなたが我が主にふさわしいかどうか、試させてもらおう。我が分身を5人、この水と岩の森に忍ばせる。その5人はそれぞれ勇者の物語の断片を持っている。5つの断片を集め、1つの物語にまとめるのだ。満足のゆく物語を語った暁には、そなたの願いに応えよう。なんか簡単そうなんだけど。ごめんなさい、先を急がなければいけないときに。わかってるよ、ガーネット。お姉ちゃん、僕も手伝うよ。ジタン、ビビ、ありがとう。